僕の手グッと押されて、じゃあ我慢して我慢してって言われてあこいつは頑固だしもうこれ一筋縄ではいかないぞと思ってお前がいいんだと全然山田テストもうこれはもう難しかったですね。そうなん、それは持ってるもんはもうすごいですよやっぱり、うん、でもトリプルシティ3回戦 で、でもちょっと乗られたらもういいっすみたいなところがあるんですよ。だから僕今回オリンピック行って彼はちょっと変わったんじゃないかなとは思ってるんですけど、うんうん、願望ももちろんあるんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、僕は1年目の時ヘッドコーチ1年目の時に、まあ、最終的に2位になったんですけど、うんうん、あの時ってもう本当その尻叩いて毎年96敗ですから言うこと聞くわけですよもうやらなあかんと、とりあえずとりあえずやらなあかんと。でそうなって次になった時に、まあ、16連敗もしてガーッと落ちた時にやっぱりその彼がもっと奮い立たなあかんのにみんなと一緒にそういうのになっていく。で彼はもう僕はリーダーじゃないと思ってるんで、やっぱり彼は成績を残すためにどういうふうにして周りに変な影響が出ないように、まあみんなある程度は理解してるんですけど、もう村上山田だったら好対象です完全に。だから指導者からするとある程度気持ちよくやらせてあげないと、チームのルールはここにあるからここでだけは守ってくれよ、あとは自由でいいからとにかく結果出してくれって言った方がいい子だと思うんですよね。そうなんだ。ただこれのオリンピックでその後の打席見てるとちょっと変わってきてる感じは受けますけどね。30ぐらいなんのかな、28、9ぐらいですかね。本人のね成長と、まあ、自覚もあるかもわからないけど、はい、俺もそうだったんだけど、はい、西武ライオンズに入って上は田淵さんから東尾さん、はい、もう口うるさい重川さんもいらっしゃったし、まあ、同級生のいる後輩もね、はい、秋山とか伊藤とかに今日も入ってくる、はい、そういう中でまあ、広岡さんに130ゲームだったし、はい、監督の焼酎がある、はい、担当コーチの焼酎がある、はい、でエンジン組んで何だかんだって、はい、一言言え、はい、130ゲーム毎日押されたのね。ああ、うん、だから先輩もいる、同僚もいる、後輩もいる、じゃあどういうふうに話したらいいんだろう、どういう話がいいんだろうという宿題をいただいて毎日毎日ネタ探しだったんだよね、はいはい、うん、で、まあ、そんなことだったら、まあ、一応田淵さんだとか東尾さんだとか森さんが、まあ、認めてくれて、もうあとお前に任すからな、うん、なんかあったら相談しろ、報告来いよみたいなところで、ある面では育ててもらったっていうことがあるんだけど、だから山田哲人も、まあ、実際まあ30前後になってこれからまあオリンピック出て変わる可能性が出てくると思うんだけど、はい、まあ、本来はそういう人間がなって人間になってほしいのか、はい、山田青木が大ベテランがいる、はい、じゃあ山田テストがいる、はい、村上がいるという、はい、ベテラン中堅若手というこういうのラインが出てくるよね、はいはい、だいぶまあ軸ができてくるんで、はい、ヤクルトにとってはいいのかなという気がするし、うん、コーチになってヘッドコーチが2年、順次の時だよね、女の時だよね、はい、2年、2年、その時ああ村上とかもいるんだな。村上が入ってきた時です。だから1年目、うん、僕の1年目は彼はファームでやってて、うん、で2年目の時に使ったんですよね。村上に対するいい選手になったな。いやもう相当厳しましたそうなん、やっぱりこう見た時にあこれちょっとまだ1軍では難しいかもしれない、まあ、2軍ではもうすごいすごいって言われるわけですよ、うん、でもその、まあ、バッティングの技術的な部分もあって多分最初速い球も出ないだろうなと思って、うん、で秋のキャンプで初めて見た時に、うん、まあ、それこそ前話しましたけどそのわざとに変なスイングするんですよ。僕がこうやって振ってみてって言ったら、うん、自分でそれで振りたくないから、うん、あこいつは頑固だしもうこれ一筋縄ではいかないぞと思って、うん、ある程度自分のやり方でやらさないと納得しないだろうなと思って、うんうん、で実際やっぱり開幕してやっぱ速い球のピッチャーで打てなかったんですよ最初、うん、で要するに石井拓郎もバッティングコーチだったんで、はいはいはい、でまあそのいろいろ話する中やっぱりフォームも変わってきて、うん、
まあまあ早いマスにも何とか対応できるようになっていったんですけど、うん、やっぱり物がやっぱり良かったんで、うん、これはヤクルトの4番とかだけじゃなくて日本を代表する選手になってほしいと。で僕のイメージはやっぱ松井秀喜だったんですよ。おジャイアンツで4番打って、はいはいはい、まあ遅刻はしますけどまああの身なりであったりとか、うん、そういうのもちゃんとしてるじゃないですか、うん、でやっぱああいう選手になってほしいなと思ったんで、うん、まあ本当ちょっと髪型一つは何のその髪型みたいなとかボタン外したらボタンとかで約束事でこうやってお前今年1年間ね監督がずっと使うと言ってると、うん、でもお前はまだ19歳20歳で、うん体はでかいけど本当の体力をつけないといけないからウェイトトレーニングランニングっていうのはどんだけしんどくても絶対やれと、うん、でまあまあしんどいからやっぱちょっとやったらまあ報告が入ってくるようになってるわけですよ、うん、お前これやってないこれやってないみたいな50度みたいにチェックしたわけです。いや本当です、うん、でまあある時にその何々さんは髪型言われるのに僕だけって言うからあじゃああいつと一緒でいいのかって、うん、それとその扱いするぞって、うん、でお前は球団からも期待されてる、うん、俺らもこういう風になってほしいと、うん、だからお前にはこうやって言ってるけど、うん、お前がいいんだったら全然いいぞって言ったらやりますまあ聞く耳はあるわけだな。そうですね。 あとは最近の子にない、うん、なんていうんですかねこう勝負に対してとか自分の技術に対してこうグッとなっていくのが強いですね、うん、今甲子園見てもヘラ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 笑うじゃないですかピンチなのに、うん、ほんで打たれて負けたら泣いてるじゃないですか。泣くんだったらもっと真剣にやれみたいなあるんですけど彼はねそれがないです。やっぱり三振して帰ったらクーッっていう顔するし負けた時でももう次みたいなのもないし、うん、だからその今の時代ではやっぱちょっと珍しい子だと思うんですよね、うんまあ、ちょっと弱い部分も当然あるんですけど、うん、でやっぱりその自分がもっと良くなりたいとか、うん、もっと打ちたいとか勝ちたいとかっていうのはすごい強く出る子ですね、うん、いやいや今年のオリンピックでもね、はいまあ、7番8番打ってたけど、はいうん、まあ面構えがいいし、ねまあ、あの野球に対する向き合い方は、はいうんまあ、深夜の教育も響いてんだろうなとは思ってたけどね。あいつは嫌いだと思いますよ。いや、いつか気がつくよ。いつか気がつくよ。そうね、飯田がなんか絡んでたんだろう。そうです。ああ。いや、あれはもう、あの、後々ね、青木もすごい謝罪して、うん、だったんですけど、まあ、その、それこそ、初めてクライマックス出るかどうかっていう、うん、その、争ってる時に、普通のセンターの左寄りのセンター前ヒットを、うん、あの時は横浜だな横浜ベイスターズの吉村だおうおうおう彼がセカンド取ったんですよ。で僕もサード守ってあーと何やってんだよと思ってたわけですよ、うん、で当然帰ってきた飯田さんがなんであそこ、まあ、0点で抑えられたんですけど、うんうん、何であそこセカンド取られてんだって言ったら何なんですかって言ったわけですよ、うん、でガチャガチャってやってる時に、うん、僕がもうこうで怒ろうと思ったら、うん、横に竹内真一早稲田からね智弁和歌山早稲田、はいはいはい僕の手グッと押さえて、シアさん、我慢して、我慢してって言われて、で、うん、って我慢してたわけですよ。うん、で、バーってやり取りしてて、うんまあ、こいつもちょっとダメだなと思ったら、裏でまたガッシャガシャやりだしたんですよ。おぉ、うん、で、も頭切って。でもね、僕の行動ってダメなとこ読まれてるんですね。もうそろそろ宮本が怒るだろうと。で、バッとベンチ、僕一番右端に座ったんですけど、うん、バッと行って、お前らやってんだって言った時には荒木さんがもう来てたんですよ向こうにいるはずなのに違うよってで あいつも何なんですかってお前誰に口聞いてんだよってなってで、まあ、試合終わってから謝りに来て、うんまあ、僕もちょっとすいません興奮してたっていうけど、うん、僕の中では その時正直な気持ちですよ、うん、あもうこいついいやって思ったんですよ、うん、もう彼はもう自分が一生懸命やる環境が整えたらそれでいいんでしょって、うんうんでチームが勝つためにとかっていうふうに、その、うん、なんていうんですかね、その間が差したかもしれないけど、まあその時ちょっとやっぱりそういうふうなところがあったん うん、で、僕はもう線引いたんですよ完全に。うん、で、まあメジャーも行って、うん、で僕が引退試合の時に、うん、あいつ見に来てくれたんですよ。うんで僕とこんななって、僕もちょっとその距離を置いてる中で言うと。
そのまあいろいろ週刊誌にも書かれてたわけですよ。青木の結婚式行かなかったとかね、うん、で青木の結婚式は僕の同級生の結婚式がさっき決まってたからどうしても行けなかったの大阪で、うんうんうん、主義も渡しますよちゃんとそれを週刊誌でね宮本が来なかったらわーって書かれてるわけですけど、そこはもう全然関係ないんですよ、うん、で彼が見に来てくれて、でありがとうって電話したんですよ、うん、で食事連れてくださいって言うから、うん、おいじゃあ行こうよって言って、うんうん、で行った時に、まあ、昔の話とかこうしながら、うん、あの時は僕病んでましたと、すいませんでしたと、うん、で僕もやっぱお前アメリカでやってる顔がすごいいいぞと、うん、本当楽しそうにっていうかね、うん、そのメジャーリーグ行きたい夢を叶えてね、うん、すごいいい顔でやってるよっていう話から、うん、もう今はもう全く何にもないですよ、うんうん、だいぶ変わったかな大きく。そうですね、うん、やっぱり、まあ、今ヤクルト上の方にいますけど、うん、まあ、やっぱ彼がやっぱりすごい声を出したりとかね、うん、先頭立ってやってるんで、あの、まあ、周りも見ていい影響を与えてると思いますね。いやいや、でもまあある面がそういったなんつうの、まあ、わがまま的なものもあんなければいかんかも。そうですね、まあ、うん、まあ、だから年いってな、はい、気がつきゃいいんだよな。そう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 、だから若い時ってやっぱしょうがない部分もあるじゃないですか、うん、まあそれは早く分かった方がいいんでしょうけど、うん、でもその分からないままねずっとやるよりかは、うんうん、まあそうやって青木なんか分かってやってるんでいいなと思いますけどね、うん、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。